おはようございます。おはようございます。ただいま、8時15分、8時15分、20時15分です。初日より遅い。初日より遅いですね。8時超える大会ってなかなかないですけどね。まさか引退範囲で、こうなっちゃいましたけども。はい。今日は女子団体戦優勝、中村学園女子。2位が、あと八千代白百合。3位が森谷と鈴鹿。はい。なかなかね。いい物語がありましたよ、やっぱり、はい、代表戦とか多かったですよね。代表戦多かったですし、はいはい、3位の鈴鹿も多分国体で強化してると思いますし、そうですね、名門の森谷入って、はい、中村学園が5回連続優勝って言ったかな。で、2位の八千代白百合も、はい、九州大会であれ、そうです、すごかったですもんね。良かったです、はい。そう、本当に見応え十分でした。でも中学校の時は全国に行くような選手たちじゃないらしいです。え、誰がですか？八千代白百合。ああ、そうなんですか。じゃあ相当サード先生がすごいですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。誰ですか？そうですね。で、明日は、はい、男子団体戦の決勝トーナメントが始まります、はい、で、大体お昼ぐらいには終わると思うので、ちょっとね、今日はもうホームページがダウンしちゃうぐらい皆さん多くの人に見てもらったんですけども、明日とも午前中なんで持つと思うので、はい、どんどん見に来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあコンビニにご飯買い行きましょう。いや本当ですよ、回転寿司食えなくて俺本当泣きそうでしたよね。あ、まあいいや、コンビニで、はい、今日も明日もレッツケンドー、はるちゃん早く帰ってきて。